人間の文化の発達っていうのはいいと思ってすると必ず1個失うんですよ。進歩っていうのはやがて崩壊する方向ですから。技術ばかりじゃないですよ。王様がいて皇帝がいて民主主義になって共産主義になって変な方向に行ってる。次ですね、はい、先生がですね、全ての自動車が自動運転になる日がやってくるってね、おっしゃってましたけども、道路もすべて管理が行き届き、時間の短縮化、かえって時間空間的に遊びの要素が減り、人々が不自由になるようなイメージですが、このね、自動運転、まあ、自動車社会ですね、先生が、まあ、見られる10年後ちょっと教えていただけますでしょうか、ということですね。人間は、人間自身もそうですが、人間自身は毎日一生懸命若い頃は勉強し運動し、会社で嫌な思いをしながらずっとやっていくわけですよ、はい、あなたの最後の目的は何ですかって言ったら死ぬことなんですよ、うん、死ぬことなんですね。それと同じように人間の文化の発達っていうのはどういう方向に進んでるかっていうと、人間が一個一個はいいと思って進むんですよ、はい、いいと思って進むと必ず一個失うんですよ。例えば今やね、もうね、山から木を切ってきて薪を作る楽しみってないんですよ、はい、あれ結構面白いんですよ、薪。巻き作りが、巻き作りって面白いですよ。自分のこう斧でこうパチッてやるところきちっとこう入るかとかね、はい、思うように巻きを作って束ねて積んどいて、積んどいた巻きを風呂を沸かすときにくべる、この楽しみってすごくあるんですけど、もう我々はガスのシャワーとか押せばバーッと出てきてね、出ますね全部失われてしまったわけですよ、はい、もうそういう楽しみはもう全て失ってしまったわけです。昔のお百姓さんで非常に偉い人が江戸時代ぐらいに書いてる文章を読むと、はい、桑で土というのを作る、どういうふうに喜びがあるかっていうのを非常にきちっと書いてる文章なんかあるんですけど、それは本当にこうものすごく大切な人間の作業なんですね。それはもうないんですね。砕きながら土をこうすきながらこう手でほぐしながらずっと土を作っていく、それでまた作物がそれで生えるというね、そういう一連の喜びっていうのはもう僕らには残されてない。その意味では我々の今の生活っていうのはほとんどが空虚なんですね。もちろん車を運転するなんていうのも昔の人の感受性から言えば実に僕は味気ないと思います。それが今度なくなるっていうだけのことだから、はい、いいんじゃないかと。いいんじゃないかと。いいじゃないかというか、そういうのをずっとやってくるのはもうね、人間としては止められないんですよ。そうですね、はい、もうその方向性に行ってますからね。人間というものの持ってる非常に物理学的な言葉であまりいい言葉じゃないですか、エントロピーの増大というものの流れを沿って運命をたどってるってことですね。恐竜はですね、はい、2億年間生きた極めて長い生物なんです、はい、普通地球上で支配的な動物のだいたい2000万年ぐらいで寿命が尽きるんですよ。つまり2000万年ずっと進歩しますから、進歩っていうのはやがて崩壊する方向ですから、でだいたい今人間は600万年から700万年ですから、あと 1.5 倍ぐらいまで生きたらなくなるだろう。ロボットかなんか作っちゃって殺されるとかね。それで2億年生きた恐竜ですらね、なんで絶滅したかったら、最初は小さいネズミみたいな恐竜だったんです、はい、ちょっと大きい恐竜の方が強いから大きい恐竜が生き残るんです。少しずつ少しずつ大きくしていったんです、はい、少しずつ少しずつ大きくしていって、ついに絶滅寸前では、まあ、絶滅は隕石が原因していると言われてますが、実はもうあまり大きくなって心臓が一つでは頭に血がいかなくなったわけですね。へえ、そうなんですか。心臓を首につけるんですよ、第二の心臓、ポンプアップして頭に行くと。だから恐竜は体が一つ一つは大きい方が競争力強いから生き残るんだけど、あなたどこまで大きくなったら満足なのって聞いたら、恐竜は何で答えるかって言ったら、滅亡するまでって言うんですよ。へ、絶滅するまで大きくなります。なるほど。これが世の中すべての、まあ、いわゆる進歩とか変化の一つの帰結なんですね。となると、まあ、人間の進歩進化、これ常に、まあ、技術の進化という形で起きてますけども、この先は滅亡に向かっていくということですかね、はい、技術ばかりじゃないですよ。制度も州長がいて、はい、その時グループ長みたいなのがいて、王様がいて皇帝がいて、絶対主義になって民主主義になって共産主義になって、また民主主義かもしれないけど、多分変な方向に行ってるんです。なるほど、そうですかでもそれは止められないということですね。個別の
経済学でいう合成の誤謬と似てるんですけど、一つ一つの変化を見ると正しいけど全体から見ると間違ってるって方向に行くという方向性とは常に存在するんです。いやなるほど、そうか、そういうことで先生も虎の門で吠えてしまったわけですね。はい、そうです。はい、わかりました。